さんこんにちは、ドッキュン大好きニンニンとニンタです。はい、今日はですね、大阪府にあるワンコの湯っていうところで、ニンタのお風呂、シャワーですねを入れたいと思います。あ、お風呂前の姿です。ニンタ、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、もしそのここより低い場合は、こういう台で高さを調整してあげるみたいですね。よく沿わないですね。これで、まあ、ワンちゃん入れる前に、まあ、汚い場合もあるみたいなんで、これで流してあげると大丈夫そうです。一応こちらなんですけど、全部100円式になってるんで、100円用意していかないといけないです。1500円分の、コインですね、用意してください。これがシャワーですね。シャワー止めながらちょっと洗ってみます。多分ちょっと嫌がっちゃうんですけど、耳に水入らないようにしていきます。まあ、だったらね、水、まあ、ね、耳倒れてるんで水は入りづらいです。まあ、ちょっと家でもね、シャワー入れてるんですけど、基本にしたらシャワー嫌いです。ね、お風呂初めての経験ですね。シャワーだけだったんで、今回が初めてですね。大体1ヶ月分ぐらいのシャワーですかね。最近ずっと注射やら女性室やらでお風呂全然入らなかったんで、メイクルバブルシャワーですね。入浴時のみ利用可能です。ずっとこっち向いてるのはもう出口が近いからですね。出たかったです。はい、終わりました。一回抜いてきます。抜くときはここですね。はい、ここで開けます。はい、もうかなりの汚れ落ちました。
はい、バブルのですね、これをオフにします。これがドーフで、はい、はい、体をお湯で温すは温かいですね。最後ですね、ドライヤーをしていきます。でドライヤーの方はこちらですね、ここに、まあ、ちょっと使ってみないとよくわかんないんですけども、ここにパワーがあって、ここでスイッチでできるみたいです。はい、ではここに入れます。はい、これでじゃあリンダリゴーと、よいしょよいしょ、ドライヤー、行くよ、ドライヤー。ダメだよ、ダメダメ。で、風力が弱い、ハイですね。お風呂どうでしたか？あれ？ヒーターのシャワー終わりました。で、そうですね、結構フケとかすごかったんですけど、すごく綺麗ですね。シャンプーとか何も使ってないんですが、うん、ちょっとね、映像じゃ分かりづらいかなと思うんですけど、すごいツヤツヤしてますね。この後なんですけど、この後ニータは一応車の中か外のデッキのフックに、首輪付けて引っ掛けるっていうのがあるんですけど、一応まあ今冬なんで車の中に入れていきたいと思います。そう、はい、車に戻ったニータすごい元気出ました。はい、あとここは、ここにフックがあります。壁側にかかってます。で最後にエアコンですね。エアコンを切ると、始まる前にちょうどカニミさんが来てくれて、やり方を教えてくれたんですね。こうするこうするこうしたらいいんだよって、すごい親切なところで、セルフなのに すごいしっかりしてるところだなと思いました。やり方も全部書いてます。見たままやってもらえばいいかなと思うんですけども、
1500円でもう全部ね、シャワーからお風呂乾燥までできるんで、すごいお手頃な値段かなと思います。で、このお店のですね、住所とか全部あの概要欄とかに全部載ってますので、あの、まあもしね、関西とかに来た方は、まあ、立ち寄ってワンちゃんとか洗ってもらうと一番いいかもしれないです。まあ、うちのインターバーはね、あまりお風呂好きじゃないんですけどもでも初めてのインターがね、お風呂入ってちょっと初めての経験できたんで良かったかなとは思います。あ、動画の方が参考になったよって方いらっしゃいましたら、動画の評価とチャンネル登録をポチッとポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。あ、いい匂いする、あ、いい匂いする、あ、すごい、あ、いい匂い、いい匂い、うん、いい匂いする。